耳から学ぶ H の教え20第4編精霊物語第5話王子の死危機物語。昔ブッダがガンジス川のほとりに立たれた時、ある国の王がブッダの前に進み出て静かに合掌礼拝し、次のように述べた。仏様、昨夜、私の王子、5歳になる愛し子が死にました。ブッダは、ガンジス川の上で大きく揺れる夕日を見つめながら、さぞ悲しかったことであろう、と言われた。王は涙を浮かべ、次のような話をした。はい、シャバの餓神は身も世もなく、仏をも恨みかねない悲しみと怒りの嵐に襲われましたが、夜明け頃、光の中を、たくさんの浄土の仏様方と共に現れた王子が、美しい仏の姿をしてこう申しました。父上、どうか悲しまないでください。私は、あなたの信心のおかげで、素晴らしい浄土に生まれることができたのですから。確かに、シャバの5年間は、短いものでありましょう。けれども、私にとりましては、今の死が花だったのです。私にとりましては、最高の時期相応の死だったのです。一番良い時に、仏様のお迎えをいただいたのです。こう申しまして、素晴らしい夜明けの太陽とともに消えて行きました。私も、餓神の悲しみが夜明けの光とともに消滅するのがわかり、そして、次のように悟らせていただきました。誠の信仰とは、すべてを、仏様のご手配にお任せしきることである、と。このようなわけで、今日、仏様にご挨拶に参りました。世尊は、次のように答えられた。私の言葉は、もはやない。なぜなら、王よ、あなたの今の言葉は、仏心そのものであるから。そして、この時、ブッダは、今まさに、ガンジス川に沈みゆく大きな夕日を指さされた。太陽の光に照らし出された川もより、青光が輝き出し、また、周囲の赤く染まった大気中より、赤光が輝き出し、また、太陽の中心より発光がまばゆく輝き出して、その光の乱舞の中から、たくさんの仏様方が、お浄土より出られ、ブッダの一行を祝福されたのであった。